い、ただいまオスのマーズ君が出てきました。どうも。そして今向かって右に、マーズ君が出てきましたけれども、今向かって右一生懸命スイカ食べてますが、これこっちがスイカ食べてる。ああ今マーズ君が消防放送から止めてましたね。人参にもこれ一生懸命食べてます。最初一番目に今日の誕生日であるマーズちゃんを出しましたが、すぐにスイカに飛びついてくれなかったです。マーズ君はそんなことになります。このすぐにスイカの方にね、興味示しましたけれども、マーズ君が出てきてから、今日の主役のマーズちゃんが、今スイカ取りを食べています。あ、この横でマーズ君が面白いポーズしましたね。仰向けになって、両手で食べ物のコースを掴みます。そして後ろ足も使いますね。今マーさっきマーさんだって、よくね、エサ、クリアさん、探しました。そこにですね、高級なエサの通信作品が使われましたが、ほとんどマーさんが決まらなくなるんです。普段やらないエサなので、このゼロの色に誘われたのだと思います。マーさんが今は置いといて、先にエサを使ってしまったところもあります。そのあと、残ってるエサですね、マーズとマトラルに行くと、イカがなくなるのに中の中でますからね、残ってるのはどこだというところで、今、一番上ですね、回って、人参の上にも使われました。あと、これですね、今食べました、これ、残ってました。ゼロに一度だけが今食べました。そして、全部食べますね。マーズ君がこの先に出たマーズちゃん、羨ましかったでしょうか。後から出てきて、残りも全部食べられると思います。食べました。あと残っているのは、マモモの実、それからスイカがもう一個あります。でも、メロンがさほど欲しいのですとか、人が来ておりますね。消防放送に向きましたが、もうほとんど出てありません。一生懸命中に残っているでしょうか。まだ消防放送の中の何かあるかなということで探しております。今両手の足、見てもらうと分かりますが、爪が非常に、鋭いと言いますか、大きな、大きな爪が、あります。あ、今、一つ何か白化けが出ました。先ほども申しましたが、普段、しょっちゅう与えない餌であるプルーンを入れました。それから、ピーナッツも与えました。それが、普段から食べれないでしょうかね、ちょっと、食べないものなので一生懸命、これは何だということで、マーズ君も放送の中一生懸命探していることだと思います。その行動だと思います。最後残っているスイカに手が届くと思いますが、普段食べれない豊富なスイカなんですけど、まだ手出しますよね、マーズ君。それよりも、マモの方が好きみたいです。今、スイカを両手で足で持ってます。これが、他の種類のクマではあまりこういう姿を見せないです。マレグマっていうのは、ちょうどね、このマレグマの横にツキノワグマが今ちょっと動いております。そのまた、右側に行きますと、メガネグマっていうものが残ります。このまた、奥には、ホキョウグマ、これはまあ、ホキョウのクマですけれども、クマの中で、ですね、両手両足を使ってこのように座り込む、あるいは仰向けに寝る、そして、そういう姿を見せる、なかなか他のスルークマではなかなか見ることはないですね。やっと、オスのマーズ君も、スイカやっと食べるようになりました。マーズ君も両手両足の使うポーズを見せるでしょうか。今マーサが両手そして左足に支えております。これがマーサ得意のポーズです。体調子に毎日一日でこのようなポーズで餌を食べております。周りの餌も、探して動き回ることなく山物にもほとんど食べてしまったので、あとはスイカだけだということが分かったのでしょうか。マーズ君も今最初
のスイカに、一生懸命食べております。今マーズ の前足の指の爪を見てください。非常に大きくて長い爪をしております。ホッキングマと、ね、比べるとね、全然長さとか、ね、形が違いますね。北極の氷の上を歩くように適した足、こちらは、こういう壁、坂とか木に登るとか、そういうのに適した足になっております。非常に鍵爪のように、長い硬い爪をしております。先日ですね、ご存知の方おられるかと思いますが、マーサが妊娠しているであろうかということで、県に中止、それから、出産に備えて、オスのマーズ君と別居、それから、産室手術を一気にできるように、出産に備えました。それ備えてからですね、食欲減退、そして先ほどちょっと体操ね、ちょっとマーズ君がね、こちら見てましたね、日本足で立ってます。ちょっとお客様の方に気が入ってるかと思いますが、もうないですね。マーサはまだスイカ、皮だけを一生懸命食べる。マーズはお客様の方に気になってきております。はい、まだちょっと立ったりすると思いますが、マーズ君、先ほどの話ですが、マーサの出産であろうと思います。生まれて出産に備えました。そこで食欲減退、それからちょっと体調が思わしくなくなりました。先ほど体調ちょっと優れなかったというのはこの時期なんですが、実は出産というところはなかったです。それから便が、飲むのを食べなくなったので便が少なくなっていてしないような感じなんです。ちょっと柔らかいぐちゃっとした下痢っぽい便、それからその便の横に何かありました。それは何かというのを獣医さんに見てもらいましたら、オロが出てるということで、そういうのを観察できました。これがですね、実際妊娠しておれば中に胎児がある程度発育していることだと思います。でもそれも排出がなくて、いろいろ検討で考えてみた結果、偽妊娠であることも考えられるということ、それから他の何かの病気疾患、こういうものを考えられるだろうと、我々のこのマーサを見た状況、それを実際獣医師の獣医さんに見てもらって、獣医師に見てもらっても、ただこれは確実に出産である、それともまだ何の疾患であるという確実なことは分からなかったですね。ただ暴動を見られました、時から、ちょうど100日ぐらいが経とうとしていたので、出産が妊娠しているであろう、北極馬と一緒ですね、妊娠しているであろうということで、出産の環境の中で作ってあげる、それに備える、そういうことをしました。でも結果的には、出産に至らなかったということで、その後、マーサの生活は普段と変わらなく、元通りに戻りました。元気なマーサ姿を見せてくれました。そして、展示の再開もできることを、することもできました。再び2頭、オスとメス、マーズ、マーサでこのようにお客様を見てもらうことができまして、本日の誕生日も無事に迎えることができました。この中、いつもの、マーサ、いつもの2頭の姿も見てもらうことができました。本日、非常に雨が降って、悪天候の中、皆様方に集まっていただいて、大変ありがたいと思っています。普段から、マーサ、マーズ、このマレーヌが、高々と見守っていただきまして、ありがとうございます。普段から、よく来られているお客様、初めての方、たまに来ますという方、いろんな方がございますが、また、マレーヌが、マーズ、マーサ、次の妊娠に向かって、また、防備行動、それから、体調管理とか観察をしながら、我々も、一生懸命この2頭、マーサ、それからマーズの体を見守りながら、また次の、繁殖ですね、出産に向かって、準備をしていこうと思います。本日は、マーサの誕生日ということで、いろんなおやつ、好物を与えてみました。本日、
夕方4時終了までこのままの状態にしておきます。まだ今もの枝を